どうも、ゆりです。バングラディッシュでロックダウンが始まるというのをこの前動画で上げたんですけど、まあ、そのロックダウンの様子がこちらです。もう全くロックダウンじゃないような光景なんですけど、まあ、なんといっても規制が全然厳しくなくてですね、まあ、このゆるいロックダウンを1週間やったんですけど、コロナのね、感染者死亡者は減少ならずということで、あ、ちなみにこちらスイカです。細長いのがバングラのスイカの特徴です。で、その1週間やった緩い、ロックダウンがね、効果がなかったんで、まあ、このように、はい、人も全然、外に出ず、店も、ほぼほぼ閉まってるという厳しめのロックダウンが1週間、また発生されました。はい、で、1週間経ったのが、4月の21日、昨日なんですけど、はい、まだまだね、死亡者や感染者が減少してないってことで、さらにもう1週間、来週の28日までロックダウン、この厳しめロックダウンが発生されるということになりました。はい、こちらはですね、バングラディッシュコロナウイルス感染症のデータなんですけど、その以前上げた動画はね、ここの4月3日までのデータまでだったんで、これ以降はね載せてないんですけど、その次の日4日からですね、7000人台と感染者が増えてまして、はい、ここ5日からロックダウン、緩めのロックダウンが始まりました。はい、まあ、こういう風に感染者が増えて、しかも死亡者も増えたのかな。そうですね、死亡者に関してはもうずっと厳しめ緩めのロックダウン関係なく増えて、もう100人台に突破しまして、はい、ここ5日間は。で、感染者はそうですね、ここで厳しめロックダウンが発生されたんですよね、14日以降。まあ、そこからは、まあ、だんだんこうカーブも緩やかになってきましたね、平均は。はい、今の日本よりも感染者の数は少ないのかな。はい、まあ、そんな感じでですね、ここ1週間は、はい、だんだんと、まあ、3000人、4000人台、7000人、6000人台だった緩めのロックダウンの時よりは、まあ、マシになってるのかなと。現在中断中のサッカーリーグはですね、ロックダウンが明けてから約1週間経って再開するという話になっております。で、このロックダウン4月の28日までの予定なんで、最短で5月の5日にリーグが再開される予定です。まあ、でもロックダウンがまた長引いてしまえば、その分リーグも遅れるという感じです。ちなみにイスラム教徒は4月の15日から1ヶ月間ラマダンという断食月が始まりまして、で、選手たちもみんな日中はですね、飲まず食わずの生活をしております。で、僕自身もそれにあやかってですね、まあ、飲み物は飲むんですけど、食べ物は食べないというね、日中の間は、まあ、プチ断食生活をして、夕飯はがっつり食うという、はい、今の画像のようにがっつり食うという生活をしております。はい、そんな感じで最後までご視聴の方ありがとうございました。